あの、えっ、ー、と、投資版のテレビを買って、で、その中にそのタイムシフトマシンっていう、えー、何チャンネル ?6 チャンネルを、まあ、24時間、えっ、ー、と、1週間、2週間にわたって映し続けるっていう、で、後でそのを遡って見られますよって機能のついてるテレビを買って、で、そこについてる内蔵されてるハードディスクを勝手に改造して、 すげえ容量に増設しようとして失敗したり成功したりみたいな話をここでして。で、さらに調子乗ってそれをこう、ダイムっていう、割とそういう新しい家電の情報とかがいっぱい書いてある雑誌の連載に、自分はどういうことを試みて、こうしたくて、で、結局自己責任でこういう改造しましたっていうのを書いて。で、そのダイムっていうのは僕とこの前にそうやって笑ってる、そのフリーライターの渡辺くんと一緒にやってる雑誌で、 こう、わかんないけど、俺は結構、初心者だから、結局、ダイムって私は家電製品の大きな会社の協力がないと成り立たない雑誌の中で、発売したばかりの家電を、勝手にこじ開けて中を改造してるっていうような連載はどうなのっていうのを、結構話したんだけど、あの、言わせてもらえばですよ。言わせてもらえば、 他のインプレッションものっていうのは、メーカーからものをお借りして、で、しかもその、中をその初めて経験したりとかしてるわけだから、自分のものじゃないから、あまり変なことはできない。 かもしれないけど。しますよ。それは、その、その、どれのライターがどういう気持ちやってか知りませんけど、まあ少なくともすいません。新しい商品を、まだ売られてないもの貸してください。つって、借りてやった上に、クソ味噌ってわけにはいかないだろうし、で、借りたやつをこじ開けてみましたけどってことにはならないだろうけど、俺は買ってるからね。買った上で、失敗してるからね。だからそういう意味で言えば、 あの、いいだろうっていうのと、まあ怒られたらね、もう僕と渡辺くんのこう組んだ連載が終わるのなんか慣れっこですから、もう終わりゃいいんだよと思いながら、あの、 えー、まあ、自己責任ですよって、自己責任で、しかも僕は今自己責任を取って結構な散財をしてますよってことも触れながら、自分がその最新型のテレビをこ、勝手にこじ開けて、えー、っと、もう保証を全く効かない状態にして秋葉原で買ってきたパーツを組み込んで、本来一週間弱しか、えー、本来四五日しか取れないところを一週間今日に変えたりとかした話を事細かに載せた。事細かに喋ったし、事細かに載せたわけ。ほしたら、 事務所に、東芝の人が、ラジオも聞きましたし、雑誌も読みましたと。ね。<laughs> ああ、このケース何度かあると。こっちがこのケースは何度かあるやつだって。ね。あーあー、みたいな。ねもう、で、しかもいつもは良かれと思って言ったことが怒られるケースのが多いわけですよ。ね。 それで終わったコーナーとかあるもんね。で、そういうのが多いんですけど、ま、あ今回はバッチリ心当たりありますから。バッチリありますから。最新家電が好きな人が読んでる雑誌に、最新家電の物足りない部分を、てめえの足りない技術力でこじ開けてみたこと書きましたから、ああ、これはま、あ多少なりとも、ね。 そういうメーカーの人たちが絶対やめろっていうことはないです。言われたことは一度もないですけども、どういうおつもりなんですか空気出してくるときはまあありまして、どういうおつもりもこういうおつもりもこういう形つもりでございますよみたいなね、塩をかけたら体だけでございますっていうのが、まあいつもの展開で、まあ何日か、これは反省したふりしなきゃいけねえなっていう感じになったんですけど、ね。ほいで、あのー、東芝の本社だよな、あれ。 本社だと思うよ。本社に何時にっていうことで、何時に、あの、スケジュールのいい日があったら来ていただきたいんですけども、なんつって、行きまして、これは結構新しいパターンだぞっていう、ね文面じゃ済まねえやつ、文面もしか変更ではどうしようもないやつ、なんですねっていう感じので、本社に行ったら、あの話を聞いて、すごく感動しましたから、 あんなにテレビを一生懸命使おうとしてくれてるなんてっていうことで、いろいろお話も聞きたいし、新しい商品も見てくださいって言われて東芝のショールームの中の、あの、そういう最新のまだ売ってない商品を置いてる秘密の部屋みたいなところに行かれて、 まあ、結局、コ骨はハンマーで割られましたけど。<laughs> ね、反省せいポコッポコッって、ね、いや、言って、開発者の人とかもいっぱいいて、このラジオ聞いてるって人もいれば、大門を読んだって人もいて、開発者の人とかに、今、我々が取り組んでるこの先のことを見てくださいって言われて、あとよろしければご意見を聞かせてくださいみたいな話になって、まさかの褒められるパターンですよ 褒められるパターンというか、まあ、変に褒められるだけじゃなくて、なんか、なんて、慣れてないやつですよ。あの、要するに、まず、家電芸人っていう皆さんたちが、これ俺のところすごくすぐるあったんだけど、家電芸人って言われてる皆さんたちが電気製品に詳しいのはよく知ってますけど、じ住者ちょっとレベル違うじゃないですか、みたいな話になって。 いや、ていうか、これをや、ここまでやるから、家電製品、で、あの、家電芸人には入れてもらえないっていう、<laughs> 逆に。<laughs> むしろ東芝さんだってそうだろうっていう、家電芸人って名乗る人が、全部後ろをこじ開き始めた、ら、電子部品をこじ開き始めたら、やってくれるんだって思うだろうって思うんだけど、そこでなんかその、いわゆるその 4K テレビ、ウルトラハイビジョンっていう 4K テレビの、84型、そ八十四型っていう、うやつと、 で、それにもまたタイムシフトマシンが乗ってるみたいな話をされて。で、8、その 4K テレビがどれだけ綺麗かって言え見せてもらうわけ。で、なんかその、ブルーレイを、4K を専用の、東芝が売りたいのは、その、ブルーレイ専用のその 4K の超高解像度のソースが出て、出るまで出てなくても、ブルーレイを一旦それ分析して、 超解像度にして見せるっていうようなことをまあやってるから、その、要はわかりやすいのはさ、粒の数が今までと同じでさ、84型までしちゃったらさ、要するに一個一個の粒がでかくなるだけだからさ、むしろ画質悪く見えちゃうっていう、うん、なんてうのあのー、普通の映像なのにもかかわらず、ギリモザがかかってる。<laughs> ね,えねえ、ねえ。 ギリモザシリーズが。で <laughs> 最近ギリモザシリーズのモザイク荒くなってね、みたいな。おかみになんか言われたんじゃねえみたいな、あのぐらいになっちゃうわけじゃん、逆に。だけど、そこをコンピューター解析することで超細かくします、的な、細かくするから、今売ってるブルーレイを見ても、その、大丈夫ですよ、みたいな。で、そこにさ、一番多分そのプロジェクトリーダーみたいな人いてさ、ちょっとヤン,ヤンエグっぽいさ、あのー、伊集院さん、 あの、伊集院さんをお呼びしたのは他でもないんです、的な真ん中のやつ、人がいてさ、で、その人がさ、ちょっと伊集院さんにあの映像を見せ見て、見あの、見、見せて、差し上げて、みたいなこと言うわけ。伊集院さんだって絶対これ評価してくれると思うから、とかってってこう、出してくるわけ。で、それ出した時に言われちゃったらパッて切り替えて、今までテレビが映ってたやつが、その 4K っていう、ね、ドット数4000対2000っていう、普通のハイビジョンの4倍のやつを見せた時に、 結局さ、それに対応するソースがあんまないから、もともとは専用のコンピューターから、その今までコンピューターの中で作った画像を見せるのが一番わかりやすいから、いつもはコンピューターと繋げてるらしいんだけど、ドンって出たのが、断密の地骨のところのアップなのね。<laughs> 若いやつがそれまでそれ見てたんでよ。<laughs> そこまで見てたんですよ。<laughs> その <laughs>、自分の多分細かい調整を、自分の中で、そのより、最後の今最終調整の時間だから、パソコンの中の自分の持ってる、えー、ネットから撮ったりとかしたでかい、よす一眼レフのカメラで撮ったりする写真集とかの映像を、その、えー、以外だと、 そんなドットの細かい映像が存在してないから、それを 4K で出すことで、例えば色味の調整をしたりとか、いろんなことをやってるのが、どうやらその若いやつは断密でやってるらしくて。<laughs> 断蜜が派手な水着してるやつでやってるらしくて。<laughs> <laughs> みんなお偉いさんとか言ってさう、うちのマネージャーも謝る用意で来てからさ、うちのマネージャーも来てるところでさ、ドンって断密出ちゃって、<laughs> 全員で断密見ちゃってさ、<laughs> 俺も産毛まで見えますね、なんて言いながら。<laughs> なんなんだこれと思いながらみんなで見て、で、その後また、なんかゲームとかでも、 一応4000、2000に対応してるパソコンのゲームって一応いくつか存在してるらしくて、それを見せてもらったりするわけ。で、そうするとまたそのプロジェクトリーダー的な人がさ、いかがですかみたいな。伊人さんの意見はいかがですかって言うけどさ、綺麗な映像に対する意見なんか綺麗しかないよね。<laughs> 基本的には綺麗なんだけど、俺はどっちかっていうと、映像がどんどん綺麗になってくってことに関しても、テレビがどんどん大きくなってくってことに関しても、 残念ながらそれほど期待をしてないし、それほど思いはないのよ、ね。俺の中ではそのタイムシフトマシーンっていうものが、どこまで行くんだっていうことの方に興味があるから、タイムシフトマシーンの担当の人について話すことなんだけど、やっぱりなんか、どうします頑張ってるのは、まあ、今の、その、Z7 にも付いてるんだけど、まあ、例えば、移住員って入れると、俺の出てる、こう、その今、 タイムシフトマシンで撮った番組の中で、俺の出てるやつの一覧表が出て、そのボタンを押すと、俺の出てるシーンから始まる。で、その、一週間全部検索したところで、俺の出てる番組数本なんだけども、<laughs> じゃがましいわ。<laughs> これ、乗りつっこみってどのリズムなんだろうノリツっコみのリズム。今の多分文面的に合ってるでしょ自分で一旦、自分が出てる番組が少ないって言って、それに対して苛立って邪ましいわ合ってんだけど、 もう一回ってみるかね。まあ、その移住院で検索してもさ、その移住院の、それが、その機能をいっぱい知らせるためには、ずらって移住院が出ればいいんだけど、あいにく俺自体が番組で出ないから、3本ぐらいで、しかも1本は移住院静かなっつって。ドアホー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 お前。ドアホーがお前は。卓よ。あと1学期だから高校0っつったらお前。ドアホー。ね、その、<laughs> もういいです、僕は。<laughs> 乗りつっ込みとか一生やらないことに決めましたんで、もう大丈夫ですけど。例えば、今で言うと、今一番ホットなニュースで言うと、この間の、その、PM2.5 みたいのを打つと、ずーってその PM2.5 のニュースのやつが出て、再生ボタンを押すと、全部の曲の PM2.5 のニュースをずっとやる。もっと要するに、以上、続いてはって言ったと端あれ、すごいなと思うのは、 続いてのニュースですって言って、PM2.5 のニュースが出て、で、その後に、えっと、PM2.5 のニュースが終わったら続いてのニュースですってところで、次の曲の、撮ってある PM2.5 のニュースに切り替わって、各局がどういう感じで報道してんのかっていう感じにずらって並んだりとかするのね。え、どういうことって、どういう風になってんのこれコンピューターは、 何を基準にこっからここまでが PM2.5 のニュースだっていう風に判断して検索してんのって言ったら、茨城県に無数のおじさんがいるらしいよ。<laughs> 茨城県に、茨城県とかじゃなくて関東に、関東近県に、す、結構な量のおじさんが、自分の担当のテレビを見ながら、キーワードとその時間をずーっと打ってるおじさんがいるらしいんだよ。 ね。あの、今みんな思ってるのって、みんな同じ顔のおじさんを思い浮かべたでしょ違うよ。いろんなおじさんで別にクローンバイオーだったおじさんがいるわけじゃないから。<laughs> そっちの技術はないから、まだ。その、いろんな人が、あと、小さいおじさんがいっぱい箱に入ってるわけじゃないよ。そうじゃなくて、普通にその担当の、そのデータの会社がちゃんとあって、そのデータの会社のおじさんが、その何時から何時までこういうのやってて、キーワードとしてこうっていうのをずっと売って、それを集計して、ネットで流してる、ネットで、 東芝の機械に入れてるらしいんだけど、そっちの方にやっぱすげえ興味があるのと、あとなんつうのかな。テレビ好きとしては、あのー、実際、タイムシフトま、俺別に東芝から金もらってないから、東芝だけが出してるわけじゃなくて、いろんな会社から出てるわけ。東芝よりも小さいメーカーがそういう全録レコーダーみたいなの出してたりとか、あと、あの、パナソニックが今度出した D ガとかも割と全録に対応してるようなやつが出てきてるんだけど、 その全6っていう社会がどういう風になるのかと、あと俺はその、東島の全6レコーダー、言い方なんですか、Z7 タイムシフトマシン始めてから、テレビを見る量が異常に増えたんだ。やっぱり、何時からテレビとか、何時から WBC と思っても、その時間に合わせて行動するような若さはあまりないんだよね、俺ら。 何時からテレビあるから見ようってならないんだけど、家帰って暇だけど今日何のテレビやってたかなっていうのはいけるし、あとなんかその、この構成の渡辺くんが言ってた何とかっていうテレビっていうのが、あの、おととい言ってたやつってどれなのかなっておとといのやつ見てみたら、やっぱ電車かじゃあいいやみたいな、<laughs> こういうことでテレビをすごい見るようになって、テレビ界にとってすごい良い,いことなんだけど、反面、 CM をどう見てもらおうかみたいことがきちんとしないと、この全録レコーダーに関しては、えー、全部撮るシステムに関しては、今後すごいこう発展の妨げになる。テレビ局はそうさせたくないと思うし、だけど、実際テレビの視聴率は上がるはずだから、なんだろうね、それテレビの CM のあり方とか、もっと言うと、あの、この間さ、DMM 証券の CM がさ、のローラがっていう話したじゃん。 そうすると、その検索で DMM ローラーでもう出るので、その CM がバッチリ出るわけ。そのタイムシフトマシンに入ってれば。だから、CM とかもそういう面白さを持ってくれれば、そのタイムシフトマシンの世の中はまず来るっていうことが一個ね。で、<coughs> もう一個は、それが全部クリアされていくと、結局テレビ局側も、じゃあみんなでテレビにとってもいいことだ。テレビ局も大手家電メーカーもみんなでテレビにとっていいことだから、どんどんこういう世の中にしてこうよと。ね。テレビは、えー、何時からテレビがあるから見るんじゃないって。俺のこの空いてる時間をテレビを見るってやってこうってなった時に、おそらく、一つの壁はテレビが、あのー、 どこでもドアがもしできると、駅前の土地の価値が下がるじゃん。駅前もクソもないんだもん。駅から何分もクソもないんだもん。その、ただ単に土地は広さと気候ぐらいの話で、別に、東京の土地よりも、おそらく静岡あたりの、伊豆あたりの土地の方が全然高くなると思うね。気候がいいからとか。あと北海道とかお花畑がいっぱいあるからだなってくるので一緒で、結局タイムシフトマシンができ始めると、 ゴールデンタイムの CM を高くしようみたいな感じのことはなくなると思うんだよね。意味がなく、もっと言えばゴールデンタイムもクソもないし、テレビって何本作ればいいのかもよくわかんなくなってくるっていうややこしいことがあって。もしこれをみんなウィンウィンなんだからって言って、ね。今のウィンウィンっていうのは、あれ今ウィンウィンって聞こえたけど、伊集院さんの肛門に何か今入ってる東芝製の何か入ってるみたいな、それのウィンウィンじゃないよ。ウィンウィンっていうのは、あの、両方勝つっていうね。 ホリエモンの作った流行法ですけど、<laughs> その、ウィンウィンになるっていう話し合いはしなきゃならないんだけど、した結果今度起こるのは、じゃあ各家庭にハードディスクいるって話になってくるでしょ。テレビ局が全部解放すればいいだけのことだから、テレビ局にでっかいサーバーがあって、そこに取っとけばいいだけのことだから、そうするとこのタイムシフトマシンっていうのも、ニッチっていうか、ニッチっていうかニッチェっていうかすごい難しいとですよね。<laughs> ニッチなのかニッチなのかね。 で、ニッチェのあまりブスだって突っ込まれない奴の方がブスだよね。<laughs> リアルにブスだよね。あの、ニッチェのブス扱いされない奴って超ブスだよね。<laughs> 歌わない方。で、えっと、ニッチェの話じゃない。それで、そういう話をたっぷりしてたら、あの、東芝の人と結構メールアドレスを交換して友達になって、あの、今後テレビの未来について語り合いながら飲みましょうみたいな。 感じになったよ,よかったよ。<laughs> もう、間違いなく怒られる過去で言ってるからね。最初に第一報が来た時には、あー、まあ怒られないまでもやってくれるなって話だろうなと思ったんだけども、あー、よかったね。超よかった。えー、サカナクション青い。そうなってくるとさ、まあ、その伊集院光っていうのもタレントとして見れば一つ権利者じゃないですか。その、 出てる量は少ないよ。検索したところで2、3本こう、伊集院の出てる番組出て、そのうち1本は、あ、おい、伊集院静かじゃねえかよ、みたいな。もう乗りつこめしないですもう <laughs> これはもうやれないんだってことが気づきましたから、<laughs> そのままですけど。まあ、僕も、権利者の一人だったりするから、あちらを立てればこちらが立たずみたいなことになるんだと思うんだけど、もうもはやさ、YouTube にほぼみんな上がってるでしょ。ね、その これはが完全合法で完全権利関係クリアするまでは僕はそれを、まる丸っきり認めることはないけど、まあ、YouTube に上がってるじゃん。何でも上がってるっていう現状があって、で、その YouTube があそこに広告を打つっていう、頭に何秒後にしかスキップできませんよっていうのを打つじゃん。で、しかも、その広告もちょっと興味があるものだったりすると、結局、あ、能動的に見ようかと思ったりとかするじゃんか。多分、 テレビもあそこに行かなきゃならないと思うんだけど。で、そうするとさ、じゃあその DVD でドラマ全話、アニメ全話売りますよみたいな今後どうしていくんですかとか、あとその有料と無料の差みたいのってどうしていくんですかっていう超めんどくさいことがあるし、で、その、売れっ子タレント抱えたりするとさ、うちのタレントがその、おの、こう、 DVD にちょっと何度でも見れるっていうことで DVD が何千円ってなったりとかして、またそれが成り立ってるわけだから、あの、未来永劫にマシンの中に入って、サーバーの中に入って見られちゃうのも困んですよね、みたいのもまああるんだけど、結局、ちょっとこの間面白いなと思ったのが、あの、ニトリ、ニトリ、お値段以上ニトリ、もうニトリの社長がテレビ出ててさ、 で、ニトリが価格破壊をするからさ、日本の家具屋が潰れちゃうっつって、もう日本の家具屋持たねえよって話してて。で、その時にニトリの社長がごもっともだけどっていう。その言ってることはごもっともの部分もあるけど、まあ、うちからしてみたら安いものを一般の人に提供しようと思ってるだけっていうのが一個と、で、ここまではしそうな話じゃん。で、それはそうなんだろうと思うけど、その後に、あの、ニトリがもしじゃあ分かりましたっていう。その、じゃあ国内、日本の経済のために、 えっと、家具屋さんを助けるために、やめます。もう、ね。お値段以上のものはもう売りませんって。お値段とトントンぐらいのやつを売りますってなったら、結局イケアなんだと。結局そこでイケアが全部持って、フィンランドの、フィンランドだよね、イケア確かね。フィンランドのイケアが全部持ってくことになるわけで、今今更そういう状況じゃないっていう、いうのね。で、そうすると、 今じゃあ、それやんないでいて、YouTube みたいなものが、こう、ま、あ必要だから、みんな求めてるものだからっていうんで、ずっとあり続けるし、どんどんでかくなっていくし、もっと言えば、大手メーカーがちゃんと話し合って、今ソニーかパナソニーか1位なのか、東芝が1位なのか知んないけど、そう大手メーカーみんなで話し合って、テレビ局とかそういう権利者とこうしてこうよってやらないと、 結局なんかわかんないけど、うわ、なんか便利な言葉があるんだよ、便利な言葉が。えー、っとね、必要枠じゃなくて、えー、っと、なんつんだよ。あの、要するにもう YouTube みたいなものがすでにみんなの中で出回って、それでみんながもう便利に使ってるっていう現状の中で押し切られちゃうんじゃないかっていうやつが、なんかあるだろうよあるだろうあるだろうよなんかほらあの、 お坊さんの修行をしてた一般の小さい子、ね、少年が、結局、あの、お坊さんに夜、楽しいことしよう、楽しいことしようって連れてかれて、それで、その後、子供の嬉しいような悲しいような悲鳴が聞こえて、<laughs> こんなことでいいのかみたいな、関係ねい、これ。<laughs> ええー、っと、帰省事実。既成事実として、ね。何さっきのでかかった、なんかこう、個人成功みたいな、何あれ、ことわざみたいなやつ。 門前のことを習わぬ今日読みとも違うよ。お坊さんに性的なイタズラをされてたからね、今ね。えっ、ー、と、既成事実として、だって今 YouTube 見れるテレビなんかいっぱい出てるわけで、規制事実としてそうなっていった後じゃ、おそらくもう、おっきい会社がこう、何ともできなかったり、その、テレビ局や権利者とちゃんと正々堂々と話し合おうってしないメーカーから、 便利なものが、よく別に法律に関するわけじゃないですからねっていうのが出たときに、おそらくそこに持ってかれるよと思うんだよね。だからなんかそこのところをすごく熱弁したかったんだけれども、なんか本当にあのー、おしょうさんと小僧さんの卑猥な映像を途中入れてすいません。それは本当にすいませんでした。<laughs>